か。力ずくで聞き出してやる。できるものならやってみるやいい。せーせー、ちょっとは、どっち。せーせー、あっ、貴様がとてつもない化け物と感じたのは勘違いだったか。やるではないか。私が完全体ではないとは言ってもな。完全体だと？完全体になるために人間を襲ったのか。生体エキスをエネルギーとしていただくのだ。そうすることで私はより強くなってゆく。でこの時代に送り込んだのは誰だ。送り込んだのは私自身だ。あの小さなタイムマシンに入る人は卵まで退化する必要があったがね。見えられると思う。なぜ孫悟空やフリーザたちの気を持つ。いいだろう。どうせ貴様は死ぬんだ。教えてやろう。私の名はセルー。
人造人間だ。生み出したのはドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。その昔ドクターゲロは戦闘の達人たちの細胞を集め合成させた人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるために断念した。しかしコンピューターはその作業をそのまま続けていた。孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し、さらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクターゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでな、すでに必要な細胞は集まり研究は始まっている。完成するのは24年も未来のことだがな。バカな、ドクターゲロの研究所は破壊されたはずだ。コンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年間かかったのは、一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なので。なるほど。では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ？私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それは人造人間17号と18号だ。何？ところが私が動き始めた私の未来にはどうやったのかは知らんが17号たちはいなかった。しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたのだ。そこで私はトランクスを殺し17号たちを求めタイムマシンでこの時代にやってきたというわけだ。なぜこの時代を選んだ？さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。私はスイッチを押しただけだ。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせるためにセットしていて。コンピューターはこうも言ったぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかんぞ、ピッコロ。トランクス、なぜあいつが？そうか、あいつタイムマシンでこの時代にも。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのか。そうか、こいつが例の抜け殻から出てきたのか。そうだ、詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるのが先だ。この場は退散するしかなさそうだな。だが17号と18号は必ず手に入れてみせよる。太陽拳！ごはん！しまった！いない！くっそ！逃げられた！この折、気配を消してやがる。突然現れた2つのバカでかい戦闘力を持った奴のうち1つは書き消えたが、もう1つは残っている。何者なんだ一体。ピッコロだと？話せ、今ここで何があったのか。天津飯もこっちに向かっているようだ。
奴がついたらまとめて話す。その前にこれだけは聞いておきたい。なぜ急にそれほどの戦闘力をつけたんだ。神様と再び合体したんだそうです。それだけで。ふざけやがって。どいつもこいつも宇宙一のスーパーサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭に来るぜ。なあカカロット。来た、天津飯だ。わかった、すべてを話そう。なるほど。セルが完全体になるのを阻止するには奴を何とか探して殺すか、17号18号をやはり探して殺すか、そのどちらかだ。俺はまだそれほどでもないパワーのうちにセルを倒すしかないと思うが。せこい作戦ばかり立てやがって。合体したいんならさせてやればいいだろう。俺は敵がどうなろうと構わん。ぶっ殺すだけだ。甘く見るなベジータ。俺たちの手に負えなかった17号たちをセルは遥かに超えるというのだぞ。この俺に偉そうな口聞くんじゃねえ。俺は超えてやる。必ず超えてやるぞ。スーパーサイヤ人をさらに。スーパーサイヤ人をさらに超える。なあ、これから研究所に行って未完成のセルを破壊しても無駄か。いえ、破壊しておきましょう。少なくともこの次元の未来ではセルは誕生できなくなります。よし、クリリンとトランクスは研究所に行ってくれ。俺と天津飯はもう少しこの付近を探ってみる。はい。じゃあ見つかりそうになかったらカメハウスに。テレビのニュースを見ていれば位置がつかめるかもしれない。よし、行くかトランクス。はい。